る長者さんのお話から生まれた歌、与那原長者口説き歌です。三千町の田植えをたった一日で終わらせることが自慢だったという長者さん。ある年のこと、日が暮れても田植えが終わりそうにないことに慌てて、大井でお日様を招き返したり、山を燃やして昼間のようにおごった心に天罰が下ったというお話があります。そして踊りには欠かせない歌となりました。それでは与那原長者口説き歌です。それまで。